ヴィラシー軍は、アメリカ合衆国テキサス州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は22,134人であり、2000年の2082人から10.2%増加した。軍庁所在地は、レーモンドビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ヴィラシー軍は1911年に設立された。 ウィラシー軍はその全体でレーモンドビル小都市圏を構成しており、さらにブラウンズビル・ハーリンジェン・レーモンドビル広域都市圏に入っている。ウィラシー軍は1911年にキャメロン軍とヒダルゴ軍の一部を合わせて設立され、当初は現在のケネディ軍の領域を含んでいた。軍名は州上院議員のジョン・ジー・ウィラシーにちなんで名付けられた。 北部のケネディ軍の部分に昔から入植していた牧場主が南部の新着の農夫とは別にすることを求め、ケネディ軍が1921年に分離された。1912年には軍内にバミューダ玉ねぎが導入された。この玉ねぎはよく育ったので、ゆるりと軍南部の放牧場が工作地に変わり、最も重要な作物になっていった。 レーモンドビリューの町は長年、玉ねぎ祭りを毎年開催してきており、国民の息を標語にしている。1940年、軍内のウィラマーで最初の油性が掘られた。今日、石油生産が軍経済で大きな部分を占めているが、次第に天然ガスの生産がそれを上回るようになってきた。1940年代にはまた軍内にソルガムが導入され、綿花など、 他の作物に置き換わるようになった。牛の飼育も、そこそこの経済活動であり続けている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は784平方マイルで、あり、このうち陸地597平方マイル、水域は188平方マイルで、水域率は23.92%である。ビラシー軍には、 アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されるものが3つある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウィラシー軍の教育は以下の独立教育学区が管轄しているさらに南テキサス独立教育学区が運営するマグネットスクールに入学することもできる。ウィラシー軍では FM ラジオ局4局を聴取できる。ウィラシー軍工事所は レーモンドビルのすぐ東、アメリカ国道77号線の東側にある、アメリカ合衆国移民税関執行所が運営している。この拘置所は違法移民を収容する連邦政府の施設である。ありがとうございます。